どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、 ANA から公式発表がありましたので、上級会員制度についてですね、解説やっていきたいなというふうに思います。事前にね、報道機関から出てた情報ではですね、上級会員プログラムがですね、全体的にね変更になるのではっていう話がね出てたわけなんですけども、 ANA からね公式の発表が出たらですね、今までのね上級会員プログラムが変更になるわけではなくてですね、1年間限定ですねキャンペーンが行われるっていった感じになったわけなんですよね。ということですんで、今までのねプレミアムポイント獲得して上級会員になるっていうのもそのまま継続されるっていった形になりますし、報道でね出てた情報に関してはこの1年間のね限定のキャンペーンっていった感じになるわけなんですよね。ということですんで、こちらのキャンペーンの解説ですねやっていきたいというふうに思います。それではですね、キャンペーンの詳細ねいきたいというふうに思います。キャンペーン名はですね、プレミアムメンバーステータス獲得チャレンジ2021というふうになっておりまして、対象期間中にですね3つの条件を達成された方にですね、2022年のプレミアムメンバーのねステータスが付与っていった感じになっております。全体の期間については、2020年の12月の16日から2021年の12月15日の23時59分までっていった感じになっております。でですね、今回のこのキャンペーンですね、エントリー必須っていう風になっておりますんで、こちらの動画の概要欄にですね公式サイト載せておきますので、利用される方はですね確実にエントリーねしていただけたらなっていう風に思います。でですね、3つの条件をね達成するとということで、条件がね3つあるっていった形になっております。条件の1つ目は年間のプレミアムポイントの獲得数、2つ目が ANA マイレージクラブのサービスの利用数、3つ目がですね ANA クレジットカードと ANA ペイのね決済額の総数っていった感じになっております。でですね、期間についてはですね、1つ目の条件とですね2つ目3つ目の条件がですね期間異なるっていった形になっておりますんで、この手はね覚えておくようにしてください。1つ目のですねプレミアムポイントの獲得に関してはですね、従来通り1年間といった形になっておりまして、2021年の1月1日から2021年の12月の31日までっていう風になっております。でですね、2つ目と3つ目はですね ANA マイレージクラブサービスの利用数と ANA クレジットカード ANA ペイの決済額の総額についてはですね、2020年の12月の16日からですね2021年の12月15日までっていう風になっております。ということですんで、 ANA マイレージクラブのサービスの利用数と ANA クレジットカード ANA ペイのね決済額の総額についてはですね、すでにキャンペーンはね始まっているっていった感じになっております。またですね、影響は少ないかなというふうに思うわけなんですけども、キャンペーンのねプレミアムポイントの獲得数に関しては ANA グループの運行便のみっていった形になっております。これはねどういうことかというと、今までのですねステータス獲得制度で必要なプレミアムポイントっていうのはですね、ANA に乗ってももちろんもらうことができるわけなんですけども、スターアライアンスグループのね飛行機に乗った際にですね、マイルの付与自体を ANA にするとですねプレミアムポイントってもらえるんですよね。まあこちらが今までの制度ではこちらね OK だったわけなんですよね。まあもちろんねその中でもプラチナステータスあれば5万ポイントね必要ですよね。そのうちの2万5000ポイントは ANA のねグルーピー便で利用しなきゃいけないっていう制約があるわけなんですけども、残りの2万5000ポイントはですね他のスターアライアンスグループのね飛行機に乗っても OK だったわけなんですけども、今回のキャンペーンのプレミアムポイントに関しては全てね ANA のグループ便でないとですねいけないっていった形になりますんで、2020年12月現在ですね国際線がね乗れる状況ではねないかなっていうふうに思うわけなんですけども、今後ね利用できるようになった時にですねスターアライアンスグループの飛行機に乗って獲得したプレミアムポイントはね対象外っていうふうになりますんで、この点はね覚えておいていただけたらなっていうふうに思います。それでは次にですね、獲得条件のね詳細に関してなんですけども、こんな感じにねなっておりまして、ブロンズステータスであればプレミアムポイントの獲得が1万5000ポイント、 ANA マイレージクラブのサービス利用数がですね
4サービス以上というふうになっておりまして、 ANA クレジットカードと ANA ペイのね決済額が400万円といった形になっておりまして、プラチナステータスであればですねプレミアムポイントが3万ポイント、 ANA マイレージクラブサービス数が7サービス以上というふうになっておりまして、決済額については600万円というふうになっております。でですね、ダイヤモンドステータスに関しては2つにね分かれているといった形になっておりまして、プレミアムポイントの獲得数は5万ポイントと8万ポイントでね分かれておりまして、サービス利用数に関してはプレミアムポイントがね5万ポイントの場合は7サービス以上というふうになっておりまして、プレミアムポイントが8万ポイント以上の場合は4サービス以上というふうになっております。でですね、決済額についてもプレミアムポイントがね5万ポイントの場合は600万円というふうになっておりまして、8万ポイントの場合はですね400万円というふうになっております。またですね、 ANA のダイヤモンドに関してはですねプラスモードっていうね一応ステータスっていった感じでね今回紹介されているわけなんですけども、ダイヤモンドのね1個上も、キャンペーンにねあるっていった形になっておりまして、必要プレミアムポイントが15万ポイントっていうふうになっておりまして、対象のサービス利用数が7サービス以上っていうふうになっておりまして、 ANA カードと ANA ペイのね決済額が600万円以上っていうふうになっております。でですね、ダイヤモンドステータスのねもう一つ上のプラスモアっていうねものが設定されているということで、こちらね知らない方もねいらっしゃるかなというふうに思うわけなんですけども、この ANA ダイヤモンドのプラスモアっていうのはですね、今までもねキャンペーンで決済額とかプライムポイントのね獲得数で利用することができたっていった感じになるわけなんですけども、今回のこのキャンペーンではですね達成すればね利用することができるっていった形になっておりまして、こちらの特典はですね ANA のダイヤモンドステータスの特典に加えてですね、 ANA マイルからスカイコインへのね交換率が2倍といった形になっております。こちらですね、普通のダイヤモンドステータスであればですね 1.7 倍といった形になりますんで、こちらね倍率が上がるといった形になっております。またですね、 ANA カードファミリー前にね登録しているご家族の方にダイヤモンドステータスがね付与できるっていうね特典があるんですよね。こちら両方ともね結構すごい特典だなっていうふうに思うわけなんですけども、まあ、プレミアムポイントの獲得数がね15万ポイントっていう風になりますんで、これだけでねかなりのハードルがね高いかなっていう風に思います。2020年12月現在ですね、国際線もね利用できない。またですね、今回のキャンペーンに関してはですね ANA グループのね運航便のみで15万プレミアムポイントね貯めなくてはいけないということになりますんで、まあ、かなりねハードルが高いかなっていう風に思います。それでは次にですね ANA マイレージサービスの利用についてね解説していきたいなっていう風に思うわけなんですけども、こちらもねキャンペーンのサービス利用数ということで条件にね含まれておりまして、対象サービスがですねこんな感じになっておりまして、 ANA のふるさと納税、 ANA の保険、スマイデーマイル、 ANA ストア、 ANA フェスタの空港内店舗、 ANA ショッピング、 A スタイル、 ANA トラベラーズ、 ANA マイレージモール、マイルが貯まるその他の加盟店、 ANA カードマイルプラス、 ANA マイレージクラブモバイルプラスということで、こちらね11サービスあるわけなんですけども、 SFC がね取得することができるプラチナステータスの場合、今回のキャンペーンだと7サービス利用するのが必須っていった形になっております。またねダイヤモンドステータスの場合であってもですね、プレミアムポイントがね少ない5万ポイントでね達成しようとするとですね、こちらの中から7サービスをね利用する必要があるっていった形になっております。個人的にはですねこちらね達成条件でね見た時に結構ハードルね高いのかなっていうふうに思ったわけなんですけども、結構ね簡単に達成できるねサービスもあるっていった形になりますんで、ここはねそこまでハードル高くないかなっていうふうに思います。ですけども ANA の保険であったりスマイデマイルであったり ANA マイレージクラブモバイルプラスであったり ANA トラベラーズ、まあここはねちょっと微妙なラインなんですけども、まあ最初の3つですね、こちらに関してはちょっとね利用するのがね結構ハードル高いかなっていうふうに思うわけなんですけども、それ以外のねサービスであればそこまでね難しくないかなっていうふうに思うわけなんですけども、まあ今回のキャンペーンね利用される方であればですね、こちらね気にして利用しなければいけないっていった形になりますんで、こちらね注意していただきたいなっていうふうに思います。またですねこの11サービスねあるわけなんですけども、利用履歴みたいなのがです、ね
ですね、今後表示されるようになるそうなので、こちらもね覚えておいていただけたらなというふうに思います。それでは次に決済額についてですね、こんな感じに、ね、なっておりまして、ブロンズであれば400万円、プラチナであればですね600万円、ダイヤモンドの場合は5万プレーンポイントだったら600万円、8万プレーンポイントであれば400万円、ダイヤモンドプラスモアの場合は600万円ということで、ここはねやっぱりねハードル高くなってきたなっていうふうに思うわけなんですよね。スーパーフライヤーズカードはね入会できるプラチナ会員の場合はですね600万円の決済がね必要といった形になっておりますので、ダイヤモンドのですね5万プレーンポイントと決済額ね一緒なんですよね。やっぱりねスーパーフライヤーズカードはですね一度入会するとねクレジットカードを解約しない限りはですね永久的に上級会員でねいることができるっていった形になりますんで、かなりね高額をつけてきたなというふうに思います。でですね1年間にね600万円の決済っていう風になりますんで、まあ一般的なね社会人の方であればですねかなりねハードル高いかなという風に思います。いかがだったでしょうか。今回ですね ANA の上級会員プログラムのキャンペーンについてね解説させていただいたわけなんですけども、 ANA のね上級会員制度自体がですね変更になるかなっていう風に思ってたわけなんですけども、 ANA のね発表を見るとですねキャンペーンだったということで、1年限定ですねキャンペーンが行われるっていった感じでしたね。またですね事前のね報道ではですね大学だけで上級会員に、ね、なれるのかもみたいなね感じで思ってたわけなんですけども、まあ、そんなこともねなかったかなっていう感じですね。まあ個人的にはですね利用できる方はですねかなりね限られた人ではないのかなっていうふうに思います。またですね個人的にはクレジットカードと ANA Pay のね決済額が達成できそうな方はですねこのキャンペーンね狙ってもいいかなというふうに思うわけなんですけども、プラチナステータスのね獲得条件がですね、まあ、本来ね5万プレーンポイントなんですよね。まあ、これを達成すれば SFC にね取れるっていった形になっておりますんで、今回のキャンペーンでですね2万ポイント減っただけで決済額がね600万円ね必要っていうのはですねかなりハードルが高いかなっていうふうに思いますので、基本的にはですね普通に SFC 使用ねされてスーパーフライヤーズカードね獲得した方がいいのかなっていうふうに思います。まあ普通にですね SFC 使用すればですね50万円以下でですね達成することもできますし、またですね ANA マイルねある程度貯めている方であればですねスカイコインに交換してね SFC 使用すればですね支払い的には減らすこともできるっていった形になりますんで、こちらの方がねおすすめかなっていうふうに思います。あくまでね今回のキャンペーンはですねクレジットカード決済がですね多い方向けかなっていうふうに思いました。今回のこのキャンペーンでプレーンポイントのね獲得数がもっとね少ないかなっていうふうにね思ってたわけなんですけども、かなりね決済額もそうですけどもプレーンポイントの獲得数もですねかなり高く設定してきたなっていうふうに思いました。でですね今回のキャンペーンがね発表されてですね賛否ね結構分かれてるようなんですけども、個人的にはですね ANA がね存続という意味でですね会社が維持できるのであればですね、まあ、どんどんねこういうキャンペーンもねやっていただきたいなっていうふうに思っております。まあね ANA が焦げてしまったらですね何の意味もねないかなというふうに思いますので、今回のキャンペーンではクレジットカードのね決済額を集める、またね ANA サービスをね利用するようにですね促進しているわけなんですけども、こういうのもですね企業戦略としてはですね全然ありかなというふうに思っておりますので、またねこういうキャンペーンがあったらですね解説ねやらしていきたいなというふうに思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですねこういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。